はい、どうもテッシーでございます。お世話になっております。前回ね、なんとか倒しまして、はい、今ね4人パーティーで行こうとしたところですね、ちょっと間違えてしまいまして、というのも順を追って説明しますね。まず術ですね。将来これを魔法術か、術として開発をお願いしてたんですよね。ちょっと、まあ、50万で前々回かな、お願いしてるやつも取りに行かないとって言ってたので、これをまずね覚えさせようと思いまして、皇帝にね、はい、で周作さんですよね、皇帝に行ってここにね話しかけたんですよね。カノプス元気かと。そしてでなんか水の術でも覚えますかみたいな感じで言ってくれるじゃない。でそしたらなんか今ちょっと見てた ポラリスさんですよね、ここにポラリスがそもそもいたんですよ。そして間違えて仲間にしちゃったんですよ。そしたらこのポラリスさんが仲間になってしまったと。フリーメイジ男っていうね、おいちょっと待てよというところでやっちまったなと思ったんですけれども、このポラリスさん、前回までのさサジタリウス枠の枠のやつってさ、風と水だったじゃない。で大地になってるのよね、大地がレベル3なってて、あれって思って、でいろんなことがパンパンパンってつながって、あれれれって思って、まずそもそもこの将来っていう術、将来の術って風と、そう属性風と水なわけだよね。であれって思って、クイックタイム、あれクイックタイムってそういえば何なんだろうって思ったら、この大地と水なわけよ。でうわっちゃーって思って、全然レベル足りてないって思ってね、多分、いやお前じゃない、多分こいつから将来、そう将来を開発して覚えますかってなったんですけど、こっちをね水と地の術をうまくミックスできないかと考えておりますっていうね、なんかよくわかんない格好したね人ですよね。この人が教えてくれるんですよね。ただ地のレベル、大地のレベルがあまりにも低すぎるため開発できないと。でノエルだよね、問題尋常じゃねえぞと、あの強さはという感じで、まあ、前回言ったように4人パーティーですね、こんな感じになってますと。で装備はいつも通りな感じ、もうまあほぼ適当なんですけれどもね。で術よ術、将来もね、ちゃんと覚えさせましたよと。はい、で生命の水とかさ全員覚えられるから、もう覚えたと。で混合力、これが土の技だったんで、これ攻撃力を上げると。でしかも足がらめっていうスタン、これも結構大きいんじゃねえかと思って、ポラリスちょっとまあ間違えていきなりこいつに話しかけて仲間にした終わりには、まあいろいろ収穫があったなっていうところから始まるっていう。で4人で来た理由は、ここのねムーの越冬地、これ多分向こう行っちゃってるからいないって言ったんですよね。いないからここを越えましょうっていう。あれここじゃねえわ、あれどこえこっち、違うよね、あれえどっから行くん、あここか、ここよね、ここを越えた向こう側に越冬地のおっさんたちがいるから、そのおっさんを仲間にしたいのよ。おっさんを仲間にした状態で多分皇帝が変わることによって、おそらくそのおっさんが皇帝一団誰にしますかっていうのが出てきて、それで陣形を覚えられると思います。なのでなんとかちょっと4人で適当にいるタコの頭適当にクリアというか、ここを抜けたいと思うんですけれども、4人でいける陣形がないのよね、怖いんだよね。だからまあ行ってみるしかないでしょうということで、はあ、はあはあと。これどう、これよくあるパラ、うわ
おお、これどうやっていけばいいんですかね。で、あのちょっとしたポチっていうところは一回通ると穴になってしまうと、これよくあるパターンですよね。これメタルマックスのフリーザの街みたいなね。まあこれはエンカウントというかシンボルエンカウントなんで、まあいいかなと。あ、これいけそうじゃない。おお、ほう、お、やった、ムーの住処か。いや、ムーの住処っていうよりあいつだよね。あ、いたいた、よかったよかった、やったぜ。いいね、ムーちゃん。我々は近づきませんが、東に行くと古い建物がありますよ。あー、このおっさんだよ、このおっさん。ハールファルグと申します、陛下。棍棒を得意としています。いや、お前が何が得意かはどうでもいいね。陣形よ、陣形。うわ、 HP 高えな、技もそこそこあると。え、ちょっと待って、うわ、体術すげえし、へえ、面白い、こんな人がいると。え、ってか体術すごいってすごくない？バトルハンマー、なんかコムルーンハンマーの方が強いけど。え、だったらこの方もう、この方はもう体術用ですよ。ちょっと一回戻りましょうか。む、あー、はいはい、聞いた聞いた聞いた、これは聞いた。場所が移動してもセリフは変わらないと。これより南に行くと大氷原、氷しかないんだ。ムーでも生きていけないところだよ。ああ、もうこれラストってことっすよね。そうするとなんとなくそんな気がする。いやー、かわいいな。よし、行こうか。これか、氷の遺跡。その前にちょっとその前に戻るよ。覚えさせる。いやー、いいですね。あいつがマジで、あの陣形はね、防御力が2倍になるって、2倍だったかな、結構上がるのよ。で、それで結構ボスとかね、倒した記憶があるので、結構優秀だなとは思うんですけれどもね。騎団、マシンガンジャブ、そうそう、この催眠テラーボイスとかすげえ覚えさせたから。まあ当たり前っちゃ当たり前だけど。あと何でしたっけ、周期法ってなの。デタラメやテンプテーションはまあいいとして、あと何でしたっけ、巻き打ち、探索、あれ、ちょっと待ってね。一般的に催眠テラボイス、テンプテーションを覚えさせているのか。あ、まあこの方女性だからね。テンプテーション覚えてないね。なぎ払いとかいらねえだろ。テラーボイス、ちょっと待て、テンプテーションは、これか、こいつ男だってことが分かった。こんな感じでいきましょうかね。自列劇覚えてたと。ダブルヒット、骨砕き、脳天割りが結構いいんじゃねえかと。まあこれでいってみますかね。これで、とりあえずパーティーは完成したと。アマゾンストライクで、こうかな。あれ、そ、あっちで装備雑魚だわ。装備やってあげないとね。金属ガントレットだとか。あー、そっか、ハンマーなんか持ってきてあげられたいけど、なんかありましたっけ。でもコムルンハンマーより強いやつ一つありましたよね。なんかあったよね。スリッチハンマーか。あ、そうで、ここもね、結構というか防具道具もね、すげえ整理したんすよ。で、スリッチハンマーですね、これが一番強いと。 OK です。で、一応水の術を覚えさせて、生命の水と元気の水、
そうすればもうなんかいらんでしょうと。あれ、大地の世紀、森の世紀いっぱいあるからいいのか。そうすればもう傷薬いらねえだろうっていう。でここでね、間違えて仲間にしちゃったと。最初ね、おいっていう、ハールファルグ、オーケーと。であと元気の水ね、ステータス回復。あー、あとでも水の前も結局覚えさせた方がいいよね。毒や麻痺などから。あれか、石はダメなんだね。水舞。そうしたらよ、そしたらさ、ちょっと待って、土で混合力、デイジー、混合力ってこのハーフファルグ覚えられる、覚えられるじゃん。 OK。 あとはね、風になっちゃってるから。よし、これでいいんじゃないですか。いいじゃない、行こうぜ。どこへ？あそこよ。いやー、でもそうか、の、今の目的はノエルと、東？こっちか。詩人の洞窟？多分ね、七英雄の、グランドスラム使ってくるやつがいると。あとどっかあります？あと、まあ、ここはなんか、まあまあまあ、置いておき。ここノエルだもん。あとなんかあります？アマゾネスの下ってなんかあったっけ？なんかあったっけ？やべ、抜けらんなくなる、抜けらんなくなるパターン。やべ、ここ入っちゃ、まあまあまあいっか。ちょっと試しに、試しにっていうかね、試し切りみたいのも大事だから。あー、でもそうすると残像剣が使えないのか。ハンマーの人は、ちょっと待って、千切りが使えないと。まあ、覚えさせてもっていうか、剣持たせても弱いからね。レベルが低いから。いや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 、ちょ、待てと。心の準備が俺まだできてねえから。だから、いや、鳥二人に囲まれて狭いとこってきついっすね。いや、陣形ね、乱されてるのはね、戦うのはね、ダメだからね。いやー、だるいわ。お、これ行こうか。そしたら確か2ターンぐらいで終わるよね。あー、でも千切りがあれだから、あれか、あれだからあれかって。あー、でそっか、攻撃魔法がなくなってるのか。そうするとな、そういうことか。なるほどな。で、混合力とかでやるしかないってことね。何この方、盾マントみたいな感じが。脳天割り、まあマシンガンジャブですかね。使えない。あ、宿屋止まってないからってことか。これ弱いっすよね。強えし、超強えし。あれ、そんなに強かったでした？いきなり全滅の可能性みたいな。次火炎やられたら俺死ぬんだけど。倒せる。よし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 、オッケー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 。ちょっと待ってと。危ねえんだよ、おめえはよ。危ねえんだよ。で、ここが、抜けらんなくなっちゃってますね。こっから下っていけるんでしたっけ？いけねえ、全然いけねえじゃねえか。あ、一回止まりますか。止まって、アマゾンの下、うん？ユーヤ、そうか、ユーヤンか。ユーヤンがどうやって、上に行くかが謎なんですよね。あとは七英雄のうち九人衆まず最初に倒しましたと。ロックブーケも倒しましたと。
いう、一応そういう形ですよね。それで、あれで、あと残ってるのがワグナス、まあ、チョントンジョ、ワグナスとノエルと、あのグランドスラムのやつと、あとはこれで X を押してもそこに戻るだけだと。いやーいやーですわ。え、じゃあどうせここステップ行ってあっちか、ソーモンに戻るしかないのかな。これダメだよね、多分話しかけても一緒に乗り込みましょうってもう言ってくんないよね。懐かしいけどね、もはや。そうだな、そうだな。あ、そうで、ん、ワグナスで、ここの牧王、ノエル、グランドスラムのやつ4体。あとあれか、スービエか。海の主のところ、あ、貝殻手に入れたね。貝殻手に入れたわ。海の主のとこ行こうぜ。これ。あれ？あれ？これ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 。これあるから、あれとワイリンガコのとこでしたっけ？テレルテバか。テレルテバだったらこれいけるんじゃない？ワイリン、あ、いけるじゃん。ワイリンガコ。お、ここ、ここよ、ここよ。まあ、ちょっと海のやつと戦って、まあ、戦闘を少しずつやって、慣れさせていきましょう。OK、OK。新メンバー。そう、混合力。自分でやるな。自分じゃねえわ、と。どうしよう。水前、まあ、あんま意味ないっちゃ意味ないから。脳天割りでもやっときますか。つえー、そしてスタン。おおーい、防御力がやっぱ難ありか。やっぱ新しい、どんどん戦って新しい防具開発しないとダメなのかね。ダメっぽいな、これな。これ大丈夫かな、言ってスービエとかと戦闘にならないでしょうね。新しいパーティーにしていきなり全滅って。ここあれあれ、あのでっかいやつがいなくなってるんだけど。え、またここでイベント逃したパターン。え、いたよな、ここに。どういうことなん。貝殻手に入れたからダメってことなの。え、ちょっと待って、マジで。え、どういうこと？すげえ謎なんだけど。ふいっ。ふいっ。よし、来た！早い。こいつ早いんだよな、なんか串刺し、なんか、下から串刺されて。焼き鳥かなんか、焼き魚かなんかにされそうなやつ。あいつやばいね、あいつの体当たりやばいね。じゃあここも終わっちゃったってことは、何をすればいいの。ちょっと待って、これナンバリングさ、40ぐらいもういってるでしょ。それいってて、七英雄のうち2体しか倒せてないってやばいよね。どのぐらいがあれなんだろう。まあまあ、少なくともかなりやばいっていうか、まあまあ、スーパーファミコンだからね、これね、言っても。やべえ、やべえ、挟まれる。うっす、うっす、やったろうじゃねえかと。混合力見てろ、この野郎。混合力でマシンガンジャブだと。これいいだろ、これがいいな。で、ボス戦はもう水前全員やって、自分にかけて攻撃みたいな。あっと。もう千切りなればこんなもんよ、もう。もうこんなもんですよ、と。もう十分戦えると。全然余裕でしたね。
後ろ2人回ってこないよね。脳天割りと混合力、まあ使ってるコマンド選んでるだけでレベル上がるからいいですけれども、素晴らしい、素晴らしすぎる。ここももうこれこいつに千切りとかね、かなりもったいないですけれども、まあまあまあやりましょうと。 OK。 なんかこう見てると海の敵はこれ以上強いのが出てこないのかな、どうなのかな。ここはここテレルテバ、どこテバ違うまあまあでも砂漠とつながってますからね。これいけんのかな、あそこノエルのところ、どうなんでしょう。これ行ってみる。お、ショートカット、ショートカットして追いつかれる。まあやってみます。やめよ、危険は犯さない、もう犯さない。確かこっちらへん、あ違うか、渡っ、あれ渡ったところにあったんでしたっけ。いやもう全然覚えてねえな。え、ここ何、これテレルテバか、なるほど。あで違うわ、テレルテバの下にあったんだよね確か。違ったっけ。もうね砂漠すぎて何が何だか分からんのよ。の左下にいきなりあったよう なんかこいつ倒してもさ全然もらえねえから、なんかあんまやる気起きないんで、しかも死ぬ可能性が高いっていう。強い、3699。鳥ちゃんが、まあ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 仕方ない、鳥から逃げるために赤いやつと戦う。もう一発でしょこいつも。うわ結構強い、結構強い、体力半分だからね。よし510もらえる、こいつはいいのか。うわお前はもういいと。まあでも雑魚としては、砂漠の雑魚としてはいいのか、ちょうどいいのかな。 HP 半分だからね、本当に本当にやばい。もうさっきの自裂劇でさ HP 全部持ってかれんじゃねえかと思ったもん。結局乗っちゃダメってことよね。だから乗っ、お、よかった。あれ この下、によるによ逃げて追いつかれる。まあやりましょう。こいつは強いのかな。はい、持ってかれるまあ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 、あ一撃っすね。ポラリス頑張って、ポラリスは頑張ってもらわないと困るっす、困るっす。いやこれはやばい、ちょっと厳しいっすね。ここはちょっと厳しいのよ、鳥も厳しいのよ。あこ、あなるほどね、なるほどね。どうしましょうか、どうしましょうか、もうあれもないけれども、結局もう行くしかない的な感じなのか。まあノエルはまあまあまあまず無理で、ダンダーク、ユーヤン行きますか。そしたらユーヤンもう一度なんか変わってないか見てみます。160年ぐらい経ちましたからね、あれから城が飛んでから。この皇帝の故郷ですから。
構なんか逃してる、逃してるというか、人魚も結局謎のまんまだしみたいな。人魚のイベントってどんなでしたっけ？っていうか当時やってた当時もなんか謎のまま終わっていった気がするな。終わった気がする。結局ね、どうなってます？色男ね。ああ、皇帝、皇帝変わった格好。あ、そっか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 、皇帝だからかってことか。おっとリャンシャンになってますよ。あ、よし行くぞ。あ、出た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 、おっしゃ、来た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 、来ましたね。怖いそうだ、ジャンプ。オッケーオッケーオッケー。ふう、ワグナスに会わないと帰れないな。はい、ということで生きるか死ぬかです。おお、いるいるいる。ちょっと邪魔だから こいつは倒すか。さっき、うわー、真ん中のやつ HP 高いやつだよね。覚えてるぜ。やべえぜ、これは。これはやべえぜ。水舞とかでやっといた方がいいのかな。後ろ2人はもう逆に多分、後ろの後ろ2人って、敵の後ろ2人キック、かーくー後ろ、あ、よし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 、あいつ、そいつ倒れれば、まあまあまあ、まだまだまだ、そいつ強えんだよな、こいつ HP 高えんだよな。女剣士がやられそう。ちょっと防御で、違う、千切り、ちょっと生命、生命でなんとか、千切り2発でなんとか。よしよしよし、強くなってるこっちも。オッケー、危ねえ。もう一戦ちょっと やりますか。こいつ、こいつ倒しましょうよ。これでちょっと落ち着く感じかな。くわー、これやべえぞ。これ千切りじゃない。いや待て、残像剣より一体確実に落とそうぜ。あ、一回とりあえず残像剣で下のやつは倒すと。これでこれの方がいいよね。とりあえずこれで、ちょ待って、水舞でなんとか。よし、下はとりあえず消しましたと。おーし、皇帝はまだまだまだ、皇帝はいける。893、もう次元が違うだろうと。ひどいなこれは。ポラリス、ちょっとポラリスはね、生き残ってもらいたいのよね。よしよし、千切り、攻撃力がおそらく下がる。よし大丈夫、耐える耐える。オッケー、4422。よし、そうしましたら、まあ宝箱ですかね。あいつ取るところから行きたいと思います。はい、テッシーでした。失礼いたします。